どうも皆さんこんにちは。秋元康改め寺田光雄です。今年もこの舞台に僕たちが帰ってきました。結成して長いですが今回もお願いします。長いな。だから妖怪に言いたいは打つよ。通算打率2割5分、通算打率2割5分。はいどうも、はいどうも、はいどうもお願いします。気持ちは三つおです。よろしくお願いします。これでしていいですかね。前が見えないいやいやいや、まあ、僕たち今プロのアカペラバンドとしてやってるんですけど、はい、もうそうですね、はい、プロだよね。そうだね、プロだね。プロフェッショナルなんだけども、まあ、プロなのに録音撮影は OK という OK なので、今日はね、まあ、そう、存分に知ってください。動画とかね、そうですね。そしてファンがすごいんでね、これ、ありがとうございます。立ち見のお客さんもいてありがとうございます。ありがとうございます。先ほどの曲は、基礎が一番大事っていう新曲なので、本当にね、基礎が一番大事ですね。そうだね、深夜ね、いつもディナーにね、そうだね、ディナーに練習してる。ディナー5だね、ディナー5だね、ディナー5だね、ディナー5に練習してるんですけど、まあしっかりと基礎を取られちゃうので、そうそうそう、大事な。そこで、あ、これ歌にできんちゃうかみたいなんで、ね、タカマンが書き下ろしてくれた。まあ書いたね、書いたね。いや、本当いい曲だよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。で、まあちょっと SE ね、気になった人もいると思うけどね。そうだね、あれ、一昨日がね、ハロウィンだったということで、そうそうそう、一昨日パンプキンっていうこれまた新曲を作らせていただきました。ね、本当にいい曲、いい曲だね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今年、秋元康改め寺田光雄という、ね、名前に変わったんですけれども、去年で秋元康さんとのね、ちょっと契約が切れたんで、そうだね、今年からね、寺田光雄というのは僕の中にお願いして、お願いしてですね。で、まあちょっとメンバーも変わったんでね、そうですね。まあそれもあるんで、ちょっとね、自己紹介しようかなと思うんで、じゃあ今年からお願いします。小学生の谷上です。よろしくお願いします。はい、中学生の井上陽介です。お願いします。あ、高校生の高瀬です。お願いします。お願いします。さつまいもを意識しすぎた大学生です。よろしくお願いします。あ、大人です。お願いします。名刺だけちょっと名刺持ってないです。さつまいもなんで持ってないです。名刺持ってないです。あ、あ、ご丁寧に、あ、ありがとう。あ、ありがとう、ご丁寧に。あ、コードが届かないんですいませんね、本当に。あ、すごいね。よろしくお願いします。またね、契約の方また後日ね、連絡するんでお願いします。ありがとうございます。子役なんかな。子役だね。
ありがとうございます。持ってんだね、小学生。今の小学生持ってんだね。時代だね。持ってないだね。はい。脱ゆとり。脱ゆとり。ありがとうございます。まあ、なんやかんや言ってますけどね、次の曲行きたいなと思うんですけど。そうですね。まあ、次の曲はね、まあ、僕たちのファンだったら、まあ、知ってるかなっていう、ね。そうだね。うん。アルバム知ってるね。アルバムにも結構、そうだね。デビューアルバムでね、ヒストリーにね、入ってきた曲だね。入ってきてるね。うん。アルバムからちょっと3曲詰め込んでね、メドレーという形式でお送りしたいと思います、はい、それでは聴いてください。三種の神器メドレー。何やねん。ワン、ツー、スリー。フォン、フー、フォン、フー、フォン、フー。ベッドで一人、君のことを思い出す、募る思い出たちが君の元へ駆けてく。ひどかったからね。すごかったね。そうだね。散々だった。あ、そうだね。はい、次何でしたっけ。
次、待望のシングルが。あー、そうですね。そうですね、まあ、宣伝になっちゃうんですけどね。宣伝は今回は、今回は大丈夫。あ、いいみたいですね。はい。あ、ありがとうございます。マネージャーからね、今月の16日の日曜日に、はい、日曜日30枚目のシングルを出すことになりました。記念シングル。限定発売なんですよ。限定発売です、一応ゲオでしか売ってないんですけど、すいませんね、ゲオの中でも、あれどこだ、藤井寺店、藤井寺店に2枚だけ置いてるんで、早い者勝ちということで、でも実はですね、今回ね、オーバースケールさんとはね、すごい仲がいいですね。なんだかんだ3年目ということで、そうなんですね、今回なんとここで発売させてもらえることにはなって、あ、OK、ありがとうございます。発売させてもらえることになったんで、はい、ここで100枚だけ、売ろうと思ってサイン入りなんでね、今なんで僕たちのね、サインなんかもね、入れてほしいよって方はね、入れるんでね、ぜひお買い求めください。はい、これ友達がほんまに甲子園出た時の歌。あー、そういう呪文が入ったね、急にね、急に呪文が入ったけれども、そうだね、もうこれ最後の曲、いい感じかな。そうそうそう、行きたい、はい、ありがとう。じゃあね、もう文化祭も最後になりましたが、僕たちの曲もこれで最後になります。30枚目のシングル「人会な会」という曲を歌いますので、盛り上げてぜひね、皆さんお手持ちのタオルを、この回して、楽しんでください。さあ、ファンの準備よろしいですか。あ、手持ちのものであれば、はい、手でも、手でもいいです、手でも。それでは最後盛り上げていきましょう。いきます。人とは違う。